どうも皆さんこんにちは、こんばんは、パパタルです。ということで今回なんですけども、クイックアップデート間近、今週のリーク情報まとめです。クイックアップデートは4月の6日17時以降に来ますので、現時点この動画が投稿された時点ではまだ来ていませんので注意してください。ではリークされた内容がこちらとなっています。じゃあ中身はどんなのかというと、まず嬉しい情報としてはこちら、リーク情報では4月13日17時頃まで 300R が再販されるよと。この車両、去年の年末に販売されてたった1週間で販売終了となった人気の車両で、まあ、結構売れたんじゃないかなと。でも価格はね、200万とかなり高額です。そしてこの車両どんな性能があるのかのも後から説明していきます。またリーク情報ではバーチャー、この車両が通常販売開始されるよということで、この写真は GTA プラスのメンバーのね価格になってますね、無料になってますが、正規の値段では298万ドルとなってますので、この車両買うかどうかは、よく検討してみてください。では 300R、 この車両 Z 風の車両で、テールがねいかにも Z で、フロントが、まあ、古いね Z な雰囲気出てますね。で今にテック対応となっていて、これはエージェンシーの特別なカスタムですね。エージェンシーを持っていて、エージェンシーのカスタムショップを持っていれば、このように爆破に耐えるとか、またはミサイルロックオン邪魔、ミサイルロックされない状態になるとか、またはね、近接地雷でスリックをつけることができるよ、なんていうカスタムがあります。で、この車両、じゃあどれぐらいね、爆破に耐えるのか、そして、窓はね、防弾タイヤになっているのかどうか、またレースではね、どうなのかっていうところもちょろっと触れていきたいと思います。そしてもう一台のバーチャーですね。これは、ダックスのミッション、11個ぐらいかな。全部やると無料でもらえている人、結構いると思うんですけれども、これがね、いつまでミッションの報酬として無料でもらえるのか、それともずっともらえるのかっていうのははっきりよく分かっていません。なので、例えばですね、昨日やって無料で車両、このね、バーチャーもらったよっていう人いたらぜひコメントください。この車両も、同じくイマニテック対応になっていて、爆破に耐えるとか、ミサイルロックオンジャマーといって、オプレッサーマーク2にロックオンされない状態になるとか、またはね、スリックというね、滑る機能をつけることができたりします。このバーチャー、加速がめちゃくちゃ良くて、ただしこれ旧世代機の中では加速がトップクラスということになります。次世代機 PS5 とかになってしまうと、ハオスペシャルワークスという特別なカスタムがあって、加速めちゃくちゃね、基本的に速いものが多いので、まあ、それには劣ってしまうんだけども、加速は速いよと。その代わり最高速はトップではないよっていうところだけ把握しておいてください。では 300R この車両、じゃあ爆破どれぐらい耐えるのということで、人が乗った状態で、例えばトレアドールとかオプレッサーマーク2、これロックかかりません。ピピピピってロックかかりませんので、基本的に公開セッションとかで乗っていればほぼ当てられることはないに近い。なので、まあ、逃げ切ることはできるかなと思います。ただしね、戦闘機とかめちゃくちゃね、ハイドラレーザーとか、そういったキャノンがね、めちゃくちゃ得意な人がいた場合ですね、まあ、空爆された場合はちょっと耐えきれないという感じで、地上の乗り物の中では結構優秀だよということで、じゃあ何発耐えるのかというと、11発は耐える。11発目ぐらいでもかなり煙ね、シュー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 言った状態で、12発目で完全に破壊されます。なので11発当てられるまでは耐えられるから、12発当てられるまでに逃げ切ってくださいっていう感じになるかなと思います。では前回ね、バーチャーが防弾ガラスになっていなくてちょっと残念だよっていう話はしたと思うんですけれども、イマニテック対応の代表的な車バッファロー STX なんかは15発ぐらいね、銃をね、まあ防ぐことができたりするんですね、銃の弾を。なんですけれども、この、バーチャー、そして 300R は窓は防弾ではないということで、一発で貫通してるのはちょっとね、ここだけは残念かなっていうところですね。まあ200万でかっこよくて、走りもなかなかね、操作しやすいと思います。 300R なかなか走りやすい。ただしレースでトップクラスかといったら、そういうわけではありません。続いてのリーク情報では、地下基地、これがセールが来るよと、割引されるよということなので、アップデート前に地下基地今購入しようと思っている人はアップデート来てから検討してください。このリーク情報100% 当たるとは限りません。リークなんで、まあ、いくつか当たる可能性あるよと。まあ、でも結構ね、先週なんかがこの情報実は来ていたんですけども、
扱わなかった理由としては当たるかどうかわからなかったのでちょっと様子見させてもらいました。で先週当たりましたのでおそらく、まあ、このリーク情報結構ね信頼できる可能性あります。で、地下記事何がねメリットがあるのかというと地下記事のビジネスができるんですけれども一つはね研究武器解除といって武器を強化できる例えば爆破ねする弾がねあるとかそういったものですね。それ以外にもソロのお金稼ぎなどがあります。これらは原材料っていうのを自分で調達するもしくはお金払って調達させるんですけれどもその材料を使ってどちらかのビジネスをやる研究武器というねこういった炸裂弾や、火炎弾とかそういったね特別なカスタムこれランダムで解除なんですけどもこれを、進めていくかもしくはソロのお金稼ぎとして、地下基地のビジネスをやるっていう感じなので、まあ、詳しくはねリンク地下基地、ビジネスガイド貼っておきますのでそちらの方を参考にしてください。でこの研究武器解除まあ、炸裂弾とかこういったね MK2 武器の弾なんですけど現在ずっとコメントでもありますバグで弾が紛失しまうなくなってしまうっていうことがありますので弾一発一発結構高いので、自分の持っている MK2 武器を常に満タンにする必要はないかなと思います。使う分だけ寸前で、弾補充した方が、まあ、節約につながるかなと思います。でこの炸裂弾とかってはどんなもんなのか先ほどから言ってる爆発ってどんなものなのかというと普通のスナイパーだったらまあ車とかに当てたらまあ穴が開くだけですよね。しかし炸裂弾は遠くにいる戦闘機とかを撃ち落とすのにかなり優秀で遠くの車とか、車体、まあ、戦闘機ですね主に一番使えるのは多分戦闘機かなと思います。炸裂弾で落とすことができるよということでまあそのね戦闘機の空爆に対して一番、まあ、有効に使えるんじゃないかなと思います。それ以外にもショットガンとかこういうのもね、結構人気です。それ以外にも火炎弾といって撃つと体が燃えてしまうっていうのもありますので、まあ、対ねプレイヤー戦でも結構使えるかもしれません。というわけで今回は地下基地の割引がリーク、そして、300R というね、まるで Z の、この車がおそらくこの価格で来るかな。去年この価格だったので207万5000、去年は1週間しか販売されなかった幻の車両が再販される、そしてなんとバーチャーが通常販売されると言われていますので、このあたりねリーク情報として、どれだけ当たるか、そして 100% 当たったらすごいなということで、今回はお知らせとなります。最後までご視聴どうもありがとうございます。スモークウィードエビリデイデイデイ。